新大宮バイパス下り合流ーマインターチェンジは埼玉県埼玉市西区宮前町にある立体交差による一般道路のインターチェンジである国道16号西大宮バイパス国道17号新大宮バイパス国道17号揚尾道路速道で埼玉県道216号上の埼玉線と接続している一般道路のためインターチェンジとなっているが構造上 ジャンクションとなっている。本インターチェンジの地上部を川越線がアンダーパスし、埼玉県道216号上の埼玉線が西大宮バイパスを横切る形でアウトパスしている。なお、新大宮バイパスから県道216号へ流入するには、インターチェンジ手前の側道から入る形となる。大規模な立体交差により信号機は設置されておらず、 車両は一部区間を除き法定速度のまま通過できる。現在開通済みの道路は、国道十六号、国道十七号新大宮バイパス、国道十七号揚げ尾道路、国道十六号西大宮バイパスである。東 IC の東側である新大宮バイパス国道十六号、国道十七号共用部は片側三車線、南側である東京方面十七号単独部は片側三車線、 西側の西大宮バイパスは片側に車線、北側の国道17号上げを道路は片側に車線である。国道16号、国道17号共用部と国道17号の東京方面とをつなぐ連絡線は上り下りともに片側2車線、共用部と国道16号川越方面とを結ぶ連絡線は内回り外回りともに片側1車線。 国道16号川越方面と国道17号の東京方面とを結ぶ連絡線は内回り外回りともに片側1車線である。また、上尾道路への連絡線は上り方向1車線、下り方向2車線である。上尾道路が開通した後、利用者から案内がわかりにくいという意見があったため、案内標識の改善、カラー塗装などが施された。 宮前インターチェンジ案内標識改善検討会平成23年10月24日掲載ありがとうございます。